蛇のように曲がりうねった蛇行剣。全長2メートル37センチあります。こちらは盾の形に作られた銅鏡です。奈良市教育委員会と橿原考古学研究所は、奈良市にある富雄丸山古墳から蛇行剣と銅鏡が発掘されたと発表しました。蛇行剣は鉄剣の中で過去最大で、盾型の銅鏡はこれまでに出土例がない形だということです。どちらも4世紀後半の古墳時代の国産品とみられていて、この時代に金属器が高い水準で作られていたことを示す重要な資料だということです。いずれも金属工芸の最高傑作だと思うんです。一挙に2つも出ましたので、大変驚いているところです。このほか、富雄丸山古墳に隣接する古墳が前方後円墳である可能性が高まったことも分かったということです。